クバーナ航空は、キューバの国営航空会社、同国のフラッグキャリアである。日本では、キューバ航空などの呼ばれ方もする。1929年10月8日に、アメリカの航空機製造メーカーのカーティスライトにより、コンポニアナショナルクーバのデイビジョンカーティス社として創設された。その後アメリカの大手航空会社のパンアメリカン航空の事実上の参加となり、 第二次世界大戦中の1944年に現在の社名に変更した。第二次世界大戦後にダグラス DC-4 やロッキードコンステレーションの大型機を次々と導入し、バミューダ経由マドリード線やローマ線などの長距離路線、メキシコシティ線やニューヨーク線などの中距離路線を次々に開設し、事実上キューバのフラッグキャリアとなった。 イリューシンイルマイナス62しかし冷戦下の1959年に起こったキューバ革命以降、キューバの指導者となったフィデル・カストロ率いる社会主義政権がアメリカやイギリスをはじめとする西側諸国との対決路線を打ち出したために、それまで拡張を続けていた南アメリカ諸国やカリブ海諸国を含む西側諸国への路線を次々に運休した。 なお、そのような中でも隣国であるメキシコとの路線は維持し続けた。なお、その後1960年代に入り、アメリカのジョン・カイ・ケネディ政権がキューバへの金融政策を取り、その後国交断絶をしたために、1960年代にすべてのアメリカ路線が運行を停止した。さらに、アメリカ領空の通過もこれ以降差し止められたため、ヨーロッパへ向かう便はアメリカ領空を大きく迂回して、 カナダのガンダーもしくはモントリオールへ向かい、給油後ヨーロッパへ向かうルートを取ることとなった。その後は、プラハやモスクワ、東ベルリンなどの東側諸国への路線を次々と開設すると同時に、それまで導入していたアメリカ製やイギリス製の航空機に代わり、ツポレフやイリューシン、アントノフなどのソビエト連邦製の機材を、ソビエト連邦政府による大幅な割引を受けた上で、次々と導入した。 イリューシンイル -96,990 年代に入り、ソビエト連邦が崩壊し、その後復活したロシアからは、かつてのソビエト連邦からのような有形無形の援助が激減したが、引き続き、アメリカからの経済制裁を受けていたため、アメリカ製の航空機を購入することが事実上、不可能なこともあり、旧ソビエト連邦製の機種の置き換えが進行した。これに伴い、 イリューシンイル -96 やツポレフツ -204 等のロシア製の最新機材の導入を図るとともにヨーロッパ製のエアバス機のリースも進めた。また、冷戦崩壊に伴い一部の中南米及びカリブ海諸国との国交が回復したことでコロンビアやグアテマラ、アルゼンチンなどへの路線が開設されキューバへの観光客の誘致に貢献している。現在は 首都のハバナのホセマルティ国際空港をハブ空港として、キューバ国内、中南米諸国、カリブ海周辺諸国、北アメリカ諸国、ヨーロッパ諸国に路線網を持つ。近年、アメリカとの国交が回復したため、アメリカ各都市との路線の回復や上空通貨が見込まれている。 2019年8月現在キューバ革命によるアメリカとの国交断交以前は DC-8 から40型機を運用していたが国交断交後西側諸国からの経済制裁により欧米製航空機は中国機をリースするしかなく1990年代の以降は DC-10 から30型機やエアバス A320 から200型機などを数機運用していた スポレフツマイナス204詳細は EN クーバナデイビションアクシデンツインジデンツを参照。ありがとうございます。